皆さんこんにちは、アシュンです。はい、それでは皆さんに早速問題です。僕は今大会何日後でしょうか。てん、3日後でーす。見ての通り、何が起こったか皆さん理解できるでしょうか。私なんと3日間で体重を13キロ増やしてしまいました。本当にやばい、やばすぎる。もう恐ろしいスピードで体重が増えてしまった。はい、3日間で体重13キロ増やすと何が起こるか教えます。まず1つ目、体が超むくむ。まあこの通りなんですけど、見てください、このむくみ。はい、もう何にもないっす。ってかもうテカテカむくみまくってる。足とかやばいっすよ。人って足がむくむと指で押すと戻らなくなるんですよ、へこんだままで。皆さん自分の足今押してみてください。多分何にもならないんですよ。僕の足ちょっと今から見せますね。グロいんで見たくない人はちょっと30秒ぐらい飛ばしてください。僕の足今こんな感じです。もうすでにここら辺めっちゃむくんでます。じゃあ早速押してみます。戻らないんですね、こっから。足ってむくむと。はい、こんな感じです。はい、こんな感じで、もう史上最高にむくみになってしまいました。もう他の YouTuber とかも結構ね、何日でどんぐらいリバウンドしたって言うんですけど、もう大したことない。もうああいう YouTube 見てたら、それ以上いかないと思ってたら、全然簡単に越してしまった。もう本当にやばいです。何食べたかもうパーッと言ってきます。まず大会が終わった日、おにぎり2つ、ラーメン、大福2つ、あとガストのミックスグリル、マルゲリータピザ、ファミマのチーズケーキ。次の日、すき家のナフサンシのチーズ牛丼、大福2つ、セブンのチキン、定食屋のラーメンとカツ丼、あとデイリーのパンと、あとカントリーマン、ローソンのパン4つと、スイーツ1つ、あとクッキー。ちょっと多いけど。で、しゃぶしゃぶ食べ放題。もう本当にいやむくみまくってたんで、このしゃぶしゃぶを一度最後にしようと思って死ぬほど食べました。立てなくなるぐらい食べちゃいと思って、それぐらい食べて、結局なんかもうこうするのすらきつかったっす、さっきまで。で結果的に67キロになりました。はい、もうこんだけ食べるのも簡単に人ってね、67キロになりますからね。はい、ってな感じで、まあ3日で13キロ増やすフル食を紹介しました。もう本当にやばない。でもじゃあ自分の体を見てください。じゃあ3日で13キロ増えた後の体どうぞ。はい、こんな感じで腹も出て、もうむくみにむくみまくってます。もうほんとむくみであると信じている。俺は逆にむくみじゃなかったら終わる、普通に。これまたこっから減量とかやばい、本当にやばい。で明日からちょっとさすがに控えようと思って、さすがに断食はまたむくむんじゃないかなと思うんで、普通のご飯に戻します。で僕は1週間後に60から62に戻ってると思ってます。ってことで皆さん、
1週間後の僕を。どうぞ。おい、増えてんじゃねえか。